俳優の田中圭が主演を務める9月17日配信スタートの Hulu オリジナル、死神さん2。第1話に、吉田鋼太郎が主人公、鬼頭、田中、の相棒役で出演することが発表された。数々の人気ドラマで共演してきた2人がサイドタッグを組む。合わせて、田中と吉田の、手つなぎショットも初公開された。大倉孝弘の小説、死神さん嫌われる刑事を実写化する本作は、田中演じる孤高のくせ者刑事、鬼頭健人、鬼頭健人が、毎話異なる相棒と冤罪、事件の捜査に挑む1話完結型の刑事ドラマ。監督を堤幸彦が務める、第1話で吉田鋼太郎が演じるのは、監察医の灰田優斗、病院に入院していた前立腺がん患者が急死した事件で司法解剖を担当した彼が鬼頭の相棒に指名され、共に事件の謎と明らに挑む。灰田は、マッチングアプリを駆使して女性とデートを繰り返し、山本舞香演じる鬼頭の、パシリことねにも猛烈アピールするなど、一癖あるキャラクター。上から目線の鬼頭に時折イラッとしながらも、相棒として捜査に同行していく。今回、そんな二人の捜査中の、手つなぎショットを初公開。捜査中、被害者の息子の妻に話を聞きに行った帰りの一コマとなっている。吉田は田中との共演について、俳優としても一人の人間としても敬愛する田中圭とがっぷり四つに組めること、心から嬉しいです。と共に、田中圭とでしか生まれない特別な作品にしなければと少しだけ肩に力が入ってしまう撮影の日々です、と述べる。また、堤監督作への出演については、巨匠とは約10年ぶりにご一緒させていただいております。撮りたい演技、作りたい空気、すべてが明確で現場に停滞は一切ありません。堤監督の下で芝居ができる幸せを10年ぶりに噛み締めております、とコメント。そして、異色人気シリーズ、死神さんに参加させていただき大変光栄であるとともに、自分が加わることによってより楽しんでいただける作品になるよう全身全霊で取り組みたいと思っております、と意気込みを述べた。Hulu オリジナル、死神さん2は、Hulu にて9月17日より毎週1話配信、全6話。